はい、山本町でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということでね、飯山あかりさんが大爆発してる件ですね。いやー、最高ですね。まあ、見ていてね、なんて言うんだろう、こう、もうなんか、人間ってこうだよね、みたいな感じのですね。まあ、なんて言うんですかね、こう、まあ、でしょうねって感じですよね。で、まあ、今回その、答弁だったのは池内智先生ですね。まあ、彼らに関して先に言うと、結構その、ああ見えてまともな人なんですよ。まともっていうか、まあ、いい人で、で、まあ、それこそね、こう、よくわかんない大御所の弟子筋がね、こう、ちょっと錯乱してぶん殴っちゃったりとか、いろいろあったりして、まあ、割とこう、なんか、なんであんたそこにいたのみたいな感じで、結構かわいそうなところもあってですね。まあ、他方で、まあ、評価されてる面で言うと、その、まあ、界隈も含めてなんですけど、その、特に在外地域研究っていうのは、割とこう、小さな、こう、フロスのようなコスモが溜まってる島があるわけですよ。で、そこで、その、まあ、ちゃんとしたね、現地で、その、まあ、研究してる人を、その、上に上げていった方が、まあ、会話良くなるでしょっていう正論を言った人ですね。で、だからそこは、まあ、例えば、まあ、外務省の中でも、その、どちらかっていうと、その、まあ、なんていうんですかね、こう、防流の部局ですよね。それこそその、まあ、あんまりメジャーじゃないけど、大事だから、容易に貼り付けとけっていうような、島で活躍されている人からすると、池内さんは素晴らしいってなるんですよ。なんだけど、なんかこう、見てると危なっかしいもんでね、あいつ大丈夫かってなる人がやっぱりいてですね。で、まぁ、結果的にその、まぁ、池内もいい年だからいいんじゃないのって言って、こう、結構脇に置かれててですね、かわいそうって、そういう人ですよね。もう、世が世なら人は第一人者になってたと思うんですけど、まぁ、残念ながらその、そういう感じではちょっと最近なくなっちゃってですね。むしろこう、まあ、なんていうのかな、こう、在野でいろいろね、きちんと物言いをする、その、ある意味その、まあ、状況確認用ビーコンみたいな、そんな感じの人ですよね。で、その人と、まあ、飯山あかりさんの間で言うと、その、飯山あかりさんが一時期、あれ何年だ？もう6年前、2018年か7年、ちょっと、年代定かじゃないですけど、飯山あかりっていう在外研究で頑張ってる中東の専門家の女性がいるらしいっていうのはほわほわ聞いてて、あ、そういうのおるんやと思ってて、で、私中東専門じゃないので、まあ、ほっかってたんですけど、そこのこう、まあ、ある、責任者の人がですね、飯山ってすごくいいんじゃないのみたいなことを言った時期があったんですよね。で、まあ、どっかそのね、なんか、それ系のその研究所経由で、その一回調査仕事出してみるよ、みたいなことを言ってたのは、ちょっとほわほわ記憶してて。で、まあ、大体そういうところをね、ステップにして、その、まあ、公的なお金がついたりとか、その在外交換との情報交換の中でこう呼ばれて、まあ、現地研究の時にこう、まあ、名前が出たりとか、もしくは共同論文で出してね、こう、それなりにこう、イケてるスターダムにこう上がっていくみたいな、そういうプロセスたるんですよ。で、そこに乗ったんじゃねえのっていう感じにちょっと思えてたんですけど、ただ、その残念ながらそのですね、まあ、彼女の過去に出した論文でですね、そもそもこの人アラビア語の理解おかしいでしょみたいなことをちょっと、論じてるその偉い先生がおってですね、まあ、女はダメだみたいな話にちょっとなってですね。で、その時に、誰だったかな、ちょっとその細かく記憶しないんですけど、まあ、あるその中東ではない専門の大御所の先生がですね、まあ、ある方面から聞いてきた話として、まあ、彼女のその研究はね、必ずしも芳しいものじゃないから、もう少し様子見ようみたいなことを言ったんですよ。ただそれが、なんか回り回ってですね、その池内さんが言ったみたいな話になったんですよ。で、実際には池内さんはそんなことおっしゃってないんですね。で、結果的にその、まあ、飯山あかりさんがその、ある種その、まあ、池内さんに外された、もしくはその、嫌われただかなんか、そういうことをどうもその周辺で言い始めてめんどくせえことになったっていうのを、まあ、経緯として聞いてるわけですよ。で、まあ、この辺って、ちょっと、まあ、私らの本職に近いところ、あんまり言いたくないんですけど、その、人間関係って、こじれてる人ほど正しい情報が出てくるわけですよ。ちょっとこれあまり言ったらあかんんですけど、仲のいい人から、例えば A さんと B さんと C さん仲いいですねと。で、C さんあかんやんけって情報出た時に、仲のいい A さん B さんから情報を取ろうとしても、いや C さんそういう人じゃないですよって言って、A さんと B さんで C さんをかばうとですね、A さんも B さんも C さんを正しいと言ってますので、C さんはそのセーフになっちゃうんですね。なので、その、C さんと仲の悪い D さんと E さんから C さんってどうなのって聞くと、大体こう客観的な人はですね、C さんのやってることや言ってることもわかるんだけど、でもこういう問題点はありますみたいな、そういう言い方があるんですよ。で、それをこうちゃんと掘っていくとですね、あ、じゃじゃじゃって出るわけですね。
で、そういう、やっぱなんか、その、界隈のなんか、なんかいろんなね、人間関係の中で出てくるのっていうのは、大体皆さん、こうね、揉めてる時に情報が出るわけですよ。それはその、オープンレターでも何でもいろんなところでそうじゃないですか。だから、まあ、あれからすると、やっぱ揉め事で大好きで、揉めるとですね、あとなんか起きたのとかって、こう、情報を聞きに行くんですけど、大体そういったところから話を聞くっていう感じになるんですよね。うん。ごめんね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、ちょっとネタとして、その、まあ、話せっていうのがちょっと出たんで、まあ、ちょっと今日その辺の解説も少しするんですけど、あれですわ。地域情報って、割とみんな大事だって言うんですけど、予算使わないですよ。で、安田純平さんってと捕まったあんちゃんおったじゃないですか。で、あの人なんか特にそうなんですけど、割とピアにその地域が好きで、その紛争地帯でもどこでも、その俺は行かねばと言って言ってくれる人って割と貴重なんですよね。で、なんだけど、その、いわゆるそのトラディショナル外務省っていうかね、まあ、昔からこう頑張ってる外務省の人たちからすると、まあ、在外公館ありきで、その、まあ、地域情報っていうのはその現地に行かしてるやつがね、ちゃんと情報を取ってるから、別にその民間からね、わざわざその幅広に情報を取んなくてもいいじゃねえか、みたいなことをね、まあ、いうことってやっぱあるわけですよ。で、それがこうガラッと変わったのは、そのやっぱ日記事件ですよね。まあ、プラントが襲撃されてですね、2008年だったかな。まあ、あの頃にこう在外公館の情報がね、こうちゃんとこう、まあ、機能しなかったんじゃないかとかですね、その安全、日本人のそのね、現地行ってる人の安全保障をね、保てるような、そのなんか、情報収集がちゃんとできてなかったんじゃないかみたいな、そういうこう、まあ、イチャモンがいっぱいついたんですよ。で、ぶっちゃけ、そのイチャモンも、だいたい言いがかりなんですけど、でもその中には聞くべきことってのはまあ若干あって、そのやっぱりその本当に危機情報をね、その入手できるような、なんか、ルートがね、日本でちゃんと作れるんだったら、それは現地行ってる日本人とかね、もしくは駐在してるそのまあ、その商社の人たちが周辺にいるわけなんで、まあ、あとまあまあメディアの人たちもね、まあまあいるわけなんで、まあそういった人たちからちゃんと話を聞いて、その地域のにいる日本人がね、そのどういうそのまあ危機的状況になり得るかみたいなことをちゃんとレポーティングして出せるであったり、あるわけですよ。で、まあ、そこはそのやっぱり警察と外務省と外務、防衛省でこう、テロ隊の考え方がちょっとやや違っていた時期がやはり長くて、なのでその警察庁、警視庁のテロ隊の人たちが持ってる情報が、意外とその外務省の人たちからすると、まあ、所詮ね、まあ、現地に入ってるそのテロ隊の情報なんて大したことないでしょうみたいな感じでやっぱなりやすいですよね。で、そういった点で言うと、その在外研究の大事さっていうのは、こう、割とその、まあ、注目され始めてきたところですよ。で、そこの中で言うと、その、いきなりこう予算がばって出すようなことはできないんだけども、でもその薄く広く出すにあたって、そのまともなやつに出せやっていうモチベーションにちょうど2010年代ぐらいからなってですね。で、まあ、某組織でもその、まあ、中央アジアな、ポツ極東みたいな感じでですね、情報収集しろみたいな話になって、その中央アジアの極東随分広いやんけって話になるんですけど、でもまあそういう形になって、まあちょっと亡くなる方が出たとか、まあいろいろあったんで、まあそこら辺のこうまあ、いきさつはいろいろあるんですけど、やはりそのまあ地域研究ってのはそういうもんだよねっていう話になってきたと。で、そこにやっぱり大体こう、まあ3層ぐらいあって、まあ一つがその外交レイヤーで取れる情報ですよね。まあそれこそそのまあ、書記官の方とか、まあ、いろんな人たちが現地行ってですね、やってる情報があって、で、その真ん中ぐらいのその学術系の人たちですよね。まあ、地域研究をそのずっと長くやってきた、まあ、スペシャリストをされる人たちがいて、で、その上にそのもう現地に溶け込んじゃってる商社マンとかですよね。で、この大体3層でこう情報を取っていくぞってなると、まあ、ある程度立体に見えるんじゃねえのみたいなのが日本の今の情報収集のあり方だと僕は思っているので、そういった点で言うと、その真ん中のところですよね。いわゆるそのスペシャリストとして、その地域をちゃんと研究して、その、ま、社会性とか、社会に関することとか、政治に関することとか、宗教とか、民族、部族とか、あとそのね、その、ま、時期的な、その、ま、経済的なものですね。こういったものを、その、ま、いろいろ分析をして、この地域が日本においてどういうふうに、こうね、アプローチするのかみたいなことを、ま、研究して教えてくれることが大事だっていうので、非常にこう、ま、重視をされているところにも、飯山赤井先生は、こう、いらっしゃったとですね。で、まあ、案の定、こうね、炎上したので、まあ、ですよねかっていう感じはしますよね。で、なんでその話がそこまでこうね、ワイコラになってるのかっていう、まあもちろんね、ツイッター X 上ではその、飯山明美さんって割とね、いろんなことをおっしゃってきた経緯の方ですし、まあそれはみんなこうね、こうやってウォッチしてないじゃないか、面白そうだなと思って見てるわけじゃないですか。私もそういう人だったんですけどね、まあ、ブロックしちゃいましたけども、まあそういった点で言うと、よくも悪くも目立ってる人だったなっていうのもあるし、で、他方、その、まあ、今回の、特にこうね、2022年のウクライナですよね、ドンバス、2012年のドンバスから、ウクライナに、その、ロシアが侵攻したことにおいて、やっぱり地域研究をやってる人たちって大事じゃんってなったんですよ。で、正直その、ウクライナスラブ研究をやってる人って、
まあそれこそそのまあなんていうんだろうかな、こうまあまあそれほどキエフ、ルーシとかね、あの辺のことをその専門にやってる人ってそんなおらんのですよ。で、そのいわゆるそのモスクワ方面のロシア研究をやってる人のいわゆるその旧ロシア学閥みたいな学科みたいな人たちって今回全く役に立たなかったっていうのはあるんですね。で、むしろそのね、それこそ小泉悠さんであったりと、もしくは防衛研究員の人たちが、ちゃんとした知識と、まあ、きちんとしたそのね、あの、目論みを持って、メディアに出て、ウクライナ戦争が日本にとってどういう影響があるのか、これに対してどういうその、まあ、アプローチが日本にとってできるのかみたいなこと、割とちゃんとこう、説明ができたので、その日本のウクライナ報道っていうのは、割と西側に比べては遜色なく、まあまあの、こう、レベルでいけたんじゃないかっていうふうに、まあ、みんな熟知してるわけですよ。で、ここっていうのは、やっぱりその、同じ一つのロシアって言っても、その、それこそその、モスクワ側の、いわゆる欧州としてのロシアと、真ん中のね、中央アジアを、その、まあ、ある意味見ている、その、まあ、まあ、ウラルからこっち側のロシアですね。で、最後に極東っても全然違うですね。だからその全然違うロシアに対して、ちゃんとその、まあ、それこそね、モルドバからね、こう、キエフからその、まあ、あの、まあ、あちら辺のね、こう、あの、まあ、ジャガマを掘ってる人たちみたいな、そういったところの、その、いわゆるルーシの人たちの、あの、まあ、動きみたいなものをちゃんと分かっている人がいたので、日本のその、ウクライナ報道は良かったねなんですよ。で、かたやその、今回のガザ地区に関する情報ですね。で、これはちょっとジェリープレスにも書いたんですけども、割とみんなその、ナイーブなんですよね。で、まあ、これも、その、まあ、その、西側諸国における、その、まあ、あの、イスラエルの立ち位置っていうのを、みんなこうね、こう、ユダヤ主義、反ユダヤ主義みたいな文脈で、こう、いわゆるその宗教的文脈で、こう、いろんなお話をされるじゃないですか。で、それ聞いちゃうとですね、こう、やっぱ日本人としてどっちの肩を持っていいかわからんみたいなものがどうしてもなるわけですよ。だって日本って別にキリスト教国でもないし、まあ、麻生さんがね、あの、カソリックですけど、その、ゴリゴリの宗教人っておらんわけですよ。で、そういったところでですね、その、まあ、なんか、あの、中東でね、こう、ガザで大変悲惨な事件があってっていうようなことになってもですね、まあ、なかなか、その、まあ、ピンとこねえし、その、報じても通じ取れねえし、まあ、形一遍でやっとくか、ただ悲惨な事件だよね、ははみたいな感じでやっぱなっちゃうんですよね。で、そうであってはならないので、やはりこれってあの、割とそのね、バイデン政権がこう、またその共和党にこう、戻るんじゃないかみたいな、バックラッシュをするのしないのってところに、どうしても重要なね、そのアメリカとイスラエルの関係とかヨーロッパとイスラエルの関係みたいな、そういったそのデリケートなところに触らなくて済む日本が、まあ独自の立場で G7 議長国として、そのきちんとそのまあ両者に対するそのまあ、まあそれこそ人道的休戦の、人道的休止を求めるそのまあ議決を求めたりとか、まあそういった役割を果たしてるっていうのはまあ岸田文雄さんからするとまあ、あのやっぱ岸田さんがいてよかったな、なんてことは思うんですよね。まあそこは本当岸田さんの功績なんだけども、誰も岸田さんすげえとは言わないですよ。割とその岸田さん頑張ってるんだけども、なんで岸田さんのことについてここまでみんなね、こう、この軽く扱うのか、外交の岸田だぞとか思うんですけどね。まあそんな飯山明夫さんの話にこう、かこつけて、まあその話をするのもどうかなと思いながらもね、こう、まあつい勢いで言ってしまいましたけどね。僕はその点で言うと岸田さんよく頑張ってるなと思ってるんですけど、誰も多分この、あの番組をご覧になっている方は、まあ、興味ないと。むしろね、飯山明夫のことを思ってと言えみたいな話だと思うんですよ。そういった点で言うとね、日本保守党に行くの行かないのって言った直前ぐらいにこう、接点がありえだったんですけどね。まあ、残念ながら私がそのね、その東京にいなかったもんでね、あんまりお目にかかる機会もなくてですね。まあ、本当ね、もう何年やってないかなって感じですけどね。まあ、そんな感じですから、まあ、私の意見っていうのは、所詮そのね、飯山あかりさんの壊れた YouTube チャンネルとかを皆さんぜひご覧いただいてですね、あ、こういう人だったのかと。いうことをですね、やっぱよく知っておいていただきたいですし、まあ、あれをその担いちゃった日本保守党大丈夫なのかっていうのもちょっとね、一つの論点として見ていっていただければいいかなと。人を見る目って大事ですよということをぜひ皆さんのね、心に刻みながらこういろんなものを見ていっていただければいいかなと思いますね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。